今日は基礎練習第8弾マウスピースです。マウスピースだけの演奏動画を過去に2本アップしたのですが、それを録音した後にいつもより楽器の操作性が上がったのを実感しました。他にも音程が良くなったり息の使い方が上手くなったりメリットが多かったので皆さんにシェアしたいと思います。ここでいきなり注意ですが、マウスピースだけの練習はやりすぎ&こだわりすぎ禁物です。ということで今日はゲーム感覚で取り組んでいただければと思います。マウスピースの持ち方はマウスピースのこの辺りを持ち、押し付けすぎないように普段通りのマジングをしてください。この練習では音程をいつもよりははっきりと頭の中に思い浮かべることが一番のポイントです。最初に起伏のファの音から1音ずつ下がって、どの音までマウスピースで吹いてみましょう。4拍吹いて4拍休みの2小節を1セットとしたパターンとなっています。軽快なノリのいい伴奏を用意したので、私に続いて交互に同じ方を続けて吹いてください。後半にはいつもの皆さんとのアンサンブルのバジングバージョンです。基礎練第5弾までやっていたヘンデルのオペラリナルドから有名なアリエ私を泣かせてくださいですが、今日バジングを練習した音だけを吹いてみてください。それではゲーム感覚で楽しんでどうぞ。